後からゆっくり来な。行ったら今夜の風はやけにいい声で鳴きやがる。止まれるわけねえじゃねえか。いやあ、参った。ひどい振りだね。誰待ってんの？彼氏？こんなところにいると体が冷えちゃうよ。ね、彼氏なんてほっといて、僕と一緒にあったかいところ行こうよ。食事おごっちゃうからさ。やった！ちょっと、待ってよ。どういうこと？これ何もないよ、こんなとこ。そうかしら。これはあら、忘れたの？冷たいのね。こんな姿にした張本人なのに。最近エラネヌシティの女性たちが次々と行方不明になっててね。どの女性もある男にナンパされて食事してホテルで一夜を明かし、そしてこの廃屋で行方を絶っている。やだな。それが僕だと？参ったな。僕がそんなことする人間に見えるのかな？いいえ、人間には見えないわ。私の姿の方が私の好みだ。
何あんたたち。我々はハイウェイ管理局の者です。随分探しましたよ、あなたのこと。女性でありながらどんな相手でも確実に始末する凄腕のデビルハンター、ミス・レディ。その正確な要件は何？あなたに仕事を頼みたいのです。まったく、男所帯ったら汚くてダメね。これじゃお客さんどころか誰も寄りつけしないわよ。ダンテさん。お客さん。はーい。バジル風味辛口サラミピザオリーブ抜きでお届けに上がった。ご苦労さん。代金は月末まとめて払うぜ。またピザ？いつになったらお客さん来るのかな。やっぱりお店の外も飾らなきゃダメね。勘弁してくれ。ピザ屋のリアクション見ただろ。ここにはお前のファンシーな趣味が分かる客は来ねえよ。さっさと元に戻せ。いらっしゃいませ。しばらく見ないうちに随分素敵な趣味になったのね、ダンテ。なるほどね。あなたがパティ・ロエルね。なんで知ってるの？ひょっとして私って有名人？デビルメイクライに出入りしている女の子。街じゃちょっとした噂よ。だからってわざわざそのガキを見物しに来たってわけでもねえんだろ。用件はなんだ？仕事の話ならお断りだぜ。相変わらず釣れないのね。お前の持ってくる仕事はろくなもんじゃねえからな。ご挨拶ね。あんた、私にいくら借金があると思ってるの？分かってる？今日の私は借金の取り立て屋でもあるのよ。お前こそ分かってるか？いくらあるのか忘れるほどの借金を今すぐ返せるわけねえじゃねえか。どうせそうでしょうね。仕方ない。じゃあこういうのは？エイトが入ったら無条件で仕事を引き受けるってどう？相変わらずやり方が素直じゃねえな。分かったよ。その代わり外したら現金2万プラス借金帳消しだぜ。オッケー。すごい。ちっ、分かったよ。ハスラーやった方が儲かるんじゃねえか。弾を弾くだけじゃ物足りないわ。打ち込んでぶっ壊すぐらいしないとね。で、今回その悲惨な目に遭うのは誰だ？もちろん悪魔よ。まさか悪魔ってあいつらのこと言ってんじゃねえだろうな。ほら、ハイウェイ管理者にとってはあいつらはまさに悪魔。ふざけるな。なんでデビルハンターのお前が走り屋退治なんてやるんだよ。だから何でも屋のあなたに回してあげるのよ。ここの管理者が何を間違えたのか私に依頼してきたもんだから。冗談じゃねえ。俺は帰るぜ。あら、どうして？人間相手じゃ剣も銃も使えねえ。ある意味本物の悪魔より立ちが悪いぜ。
それにあの連中には言葉なんて通じねえだろうしな。あいつらを倒すのに武器も言葉もいらないわ。ついてきて。どうだ、現れたか。いや、ダメだ。もう諦めた方がいいんじゃないですか。何？おめえもう一度言ってみろ。おい、なんだこの女。あんたたちに用はないわ。リーダーはどこ？なんだとってめえ。俺がリーダーのヴィンセントだ。なんか用か？あんたたち悪いけどここ立ち去ってくれない？なんだそりゃ。どこで何しようと俺たちの勝手よ。見ろ、自分たちがどれほど旗迷惑な存在か分かってねえ連中に話なんて聞こえねえよ。何？待て、あんたたちには悪いと思うが、今は好きにさせてくれないか。どうしても勝負しなきゃならない相手がいるんだ。3週間前、俺の兄貴がある走り屋と勝負して死んだ。そいつはこのハイウェイじゃ伝説の走り屋で、勝負した奴はみんな死んでいる。俺はどうしても兄貴の仇を取らなきゃならねえんだ。くだらねえ。走り屋同士のお遊びで死んじまった兄貴もバカだが、敵討ちだなんだ言ってるお前はもっとバカだぜ。何？待って、彼と勝負したいなら走りにしない？あ？あなたが負けたらおとなしくこの場を去る。おいレディ、何勝手なこと。いいじゃない、勝てば仕事は終わり、ギャラはあなたのものよ。ちょっと待て、俺はそんな。あなたの相手レッドアイでしょ。彼と走ればおそらくレッドアイは姿を現すわ。あんた。おめえ何企んでる？企むなんて人聞きの悪い。あなたが飢え死にしないように世話してるだけじゃない。くっ、しょうがね、乗りかかった船だ。もう少しだけ付き合ってやるぞ。とりあえずこれは必要なさそうだ。そうね、今のところは。
待て、行くな。兄貴止まれ。兄貴、兄貴、兄貴。止まれるわけないぜ、こんないい風なのによ。出しすぎは事故のもとだぜ。兄貴、最初から利用するつもりだったんだな、俺を。ごめんね、ハイウェイの管理局からの本当の依頼はこっちの方だったのよ。相変わらずやり方が素直じゃねえな。あなたこそ私の頼みじゃ素直に引き受けてくれないでしょ。当たり前だ。兄貴、兄貴、兄貴、元の部屋に戻しても結局お客さん来ないじゃない。週休6日が俺の主義なんでな。まあもうじきこないだのギャラが入るさ。こないだのっ
ってバイクの悪魔の話？ああ、何せハイウェイの悪魔を退治したんだ。管理人からがっぽり謝礼をもらうとレディーが交渉中。ほーら来た。おう、待ってたぜ。ギャラの話だが。何？借金上乗せ？そう、レッドアイ退治の謝礼はもらったんだけど、あなたの壊した鉄橋の修理費、請求がそっちに行くと思うわ。え、ギャラ？もちろん借金から引いとくわ。何？ちょっと待って。くそ、あの女。つくづく運に見放されてるみたいね。せ、どうぞ。あの女の人にあんたの事務所がここだと聞いて、一言礼が言いたかったんだ。ありがとう。あのまま言っていたら俺も死んでいた。なんとなく聞こえた気がしたんだ、兄貴の声が。死ぬやつがあるかよって。もう兄貴を追うのはやめた。これからは俺のために走る。だから頼む、もう一度俺と勝負してくれ。賭けをしよう。賭け？ただの一つも弾が入らなかったらその勝負受けてやる。ただしエイトボールが入ったら。入ったら飯おごれ。愛より大切なものはないなんていうやつがいるが、そんなにいいもんか。愛のせいで男に追いかけ回される女もいりゃ、愛のせいで女に刺される男もいる。つまるところ、愛を素晴らしいものにするためにはもっと大事なものがいるってことだ。それが何かまで言うほど俺も野暮じゃないけどな。人間界への悪魔の侵攻を防いだ伝説の魔剣士の血を受け継ぐ悪魔も恐れるデビルハンターダンテ。今日もダンテ愛用の二丁拳銃が火を吹き、魔剣リベリオンが悪魔を狩る。ダンテの果てしない戦いは続く。